わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は IT 技術で農業問題に立ち向かう人物を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学情報学部情報学科、堀部典子准教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しているのじゃ。従来の農業に、IT 技術ですね、情報技術のいろんなものを組み込んで、まあ、今まですごく大変だった作業を簡単にしたり、労力を減らしたり、あとは収穫量とかですね、収益をアップするための、まあ、データを取って、それをきちんと分析して次の年に生かしていったり、そういった技術じゃないかなと思います。データマイニングっていうのは、まあ、いろんな分野で活用されている技術なんですけど、そのコンピューターがいろんな人たちに使われるようになって、いろんなコンピューターに溜まっていくデータですね、情報が有効に使われるようにというための技術の一つで、まあ、農業でいうと、例えばその気温の変化とか湿度とか天気とかですね、そういったところをずっと溜めていって、その年が例えばすごく寒い夏だったとか、そういった年になるとどんな作物が上手に育つとかですね、甘くなるとか、そういったところを分析することで、まあ、今年はこういう天気になりそうだから、こっちの作物を育てた方がいいんじゃないかなとか、そういったところをその情報として一般の人たちに分かりやすくですね、集約して見せるような技術だということになります。ふむふむ、実際栽培を通して研究をしておるんじゃろう。まあ、プランターとか、あとは研究室の中で環境を設定してですね、水耕栽培をやったりして、で一つの技術、いろんな例えば光合成細菌を使った栽培とか、畜作液とか木作液とかですね、そういったものを農薬の代わりに使ったりとか、そういったことが本当に効果があるのかどうかとか、あるいはその栽培促進にですね、つながるようなものもあるので、そういったところをきちんとした情報の観測と分析で、きちんとした情報として、まあ、再現性がある、まあ、しかも根拠がどういうところにあるのかっていうことを明確にしながら研究をしているような感じです。一つはその農業技術を動画として蓄積するための、まあ、仕組みの開発とか、動画の作り方とか、どういった情報をきちんと伝えることがもう一回その栽培を再現するために必要なのかとか、そういったところを、まあ、実際のシステムで運用して、まあ、有効性を検証していくっていう仕組みことと、もう一つ病害虫の発生ですね、そういったものを過去のデータから予測できないかというふうな研究をしています。過去にはその農業高校の方とちょっと一緒にやって、農業高校での栽培とこちらの技術とこう融合して実験をやったりとかですね、そういったこともさせていただきました。本当にさまざまな形で地域に貢献しておるんじゃの。これからも挑戦は続いていくのかの。一番もうこれは研究始めた時からずっと思ってたことなんですけど、一つはやっぱりその農業の特殊な技術、すごくベテランの人の特別な技術をその付加価値をつけて貯めて、必要に応じて共有できるような仕組みにしたいと思ってます。なんて言うんでしょう、著作権とかですね、いろんな絵画とかそういった優れたものは残されていくと思うんですけど、農業技術っていうのはやっぱりそれを残していくっていう仕組みが今まだ十分にできている状況ではない。でも日本のその土地にあった、このそんなに広くない土地で美味しいものとか効率的に作るっていう技術はとても優れてるっていうものがあって、それはやっぱりすぐにできることではないので、長い年月をかけてもう培ってきた技術をですね、後世に残しつつ、また新しい IT 技術で今まで見えなかったところをもっと明確にとか、もっとよくっていう形で育てていけるといいんじゃないかなと思っています。崇城大学情報学部情報学科の活躍がますます楽しみじゃ。